ようこそメロピデ要塞へ。邪魔するぜい。また来てやったぞ。まさか公爵が直々に出迎えてくれるなんて、オイラたちも顔が利くようになったな。別に初めてでもないだろ。あんたら二人、それに最高審判官が直々に来るんだ。きっと大事なことに違いない。さて、挨拶はここまで。本題に入ろう。ふん。そのドメニコという人物には少し覚えがある。そいつは昔、囚人たちを束ねて騒ぎを起こそうとしたことがあった。悪いやつだな。大丈夫だったのか。起こそうとしただ。つまり未遂に終わってる。そいつがメルジーヌを狙ってるのか。あまり大した奴には見えなかったかな。あんたらが直々に調査するってことは、何か裏でも。オイラたちと同じこと聞いたぞ。過去に似たようなことが起きたので少々心配なのだ。一度ドメニコに会い話がしたい。それくらいお安い御用だ。確か彼がいる場所は、メルジーヌって聞こえたけど、何かあったの？看護師長！それで、オイラたちはその調査をしてるんだ。そいつを脅迫した奴が、メロピデ要塞にいるらしくってな。そんな、キアラは大丈夫なの？心配は不要だ。クロリンデが彼女を守っている。よかった。でも、黒幕はまだ捕まってないのよね。公爵、なんとかできない？看護師長、それは俺に解決するのを手伝えって意味か？リオセスリ殿。わかってるさ。ドメニコをここに連れてくる。要求はそれだけでいいんだろ？これは、お願いと言ってもいいだろう。こたびは個人名義での訪問であり、囚人を正式に審理するわけではない。心配は無用だ。一つ、君に仮ということにしておいてくれ。おお、オイラが公爵の立場だったら、見返りをがっつり求めてるだろうな。俺が今も囚人だったら、減刑を望んでただろうな。まあ、ヌビレットさんは断るだろうが。さて、冗談はここまでにして。ドメニコを連れてこよう。適当にくつろいでてくれ。看護師長がずっとあんたらのことを気にかけててな。話したいことも多いはずだ。みんな、うちと一緒に医務室に来てちょうだい。あ、気をつけて。さっきのって、もうじきメロピレ要塞から離れられる。ん？やっ！はっ！やっ！さあ、ゆっくりしてちょうだい。ヌビレットさん、旅人、それにパイモンちゃん、何か飲みたいものはある？オイラは大丈夫だぞ。喉が渇くのは体が警告を出してるってことなのよ。だからそうなる前にちゃんと水分補給しないと。後でたくさんお話しすることになるだろうから、お茶を入れてくるね。看護師長は相変わらずみんなの健康を気遣ってるんだな。お、お前たちずっとだんまりしてるけど、どうしたんだよ。ふむ、君も気づいたか。
彼らの胸にあったバッジ、少し見覚えがある。見覚え？オイラは全く気づかなかったけど、でも二人がそう言うならちょっと話を聞きに行ってみるか。ああ、私はここで君たちが戻るのを待とう。何か？ああ、これ？なんだ、俺たち助け合いの会に興味あるのか？助け合いの会ってなんだ？助け合いの会は長い歴史を持つ組織だ。その歴史を遡ると最も古いもので400年以上も前になる。どの代も人数は少なく、これといった影響力もないが、メンバーは皆友好的だ。この会のモットーは互いに助け合い、できる限り公平の維持に尽力すること。おお、なんだかいい組織みたいだな。最初はみんな自分を守るために入る組織なんだ。俺たちは重い罪を犯したわけじゃないし、強い力も持ってない。メロピデ要塞じゃ自然と弱い立場に置かれる。だからこうして結束するんだ。そうすることで辛い目に遭わなくて済む。お前たち、助け合いの会に興味はないか？ほら、このパンフレットをやろう。少し見てみるといい。助け合いの会のスローガンは何度も変わってきたが、その中核となる思想は創設以来変わっていない。もし助け合いの会に入りたくなったら、ここに来て申し込むといい。なんだか君たちどっかで見たような。ああ、これは助け合いの会のシンボルなの。初代会長がデザインしたものでね。聞くところによると平和勲章ってものを参考にしたらしいわ。まあ実物は見たことないけど、初代会長はすごいお方でね、とても強かったんだけど、決して他人をいじめることはなかったそうなの。むしろ弱い囚人たちを束ねて互いに助け合うようにさせたらしいわ。私たちはみんな彼を尊敬してるんだ。結構話も聞けたし、そろそろヌビレットのところに戻ろうぜ。よっ。何か分かったか？あのバッジをつけてる人たち、みんな助け合いの会っていうのに入ってたぜ。そのバッジは平和勲章ってもんを参考にデザインしたらしいぞ。ヌビレット、何か知らないか？過去に平和勲章を2つ作り、カロレとボートランに授けたことがある。カロレが持っていた方は燃えてしまったため、残っているのはボートランのだけだろう。あ、つまり助け合いの会の創設者は。ヌビレットさん、公爵が執務室へ来るようにってドメニコを見つけたらしいよ。わかった。まずは彼に会ってメルジーヌのことについて聞こう。さて、あんたらに紹介しよう。こいつがドメニコだ。何か言うことは？
ヌビレット、どうしてあんたがここに。何をする気だ、口封じか。落ち着け。ただいくつか質問がしたいだけだ。メルジームに脅迫状を送ったのは君の計画か。すでにエさんが自白している。この件についてこれ以上隠す必要はない。あの野郎、あんなに信用してやったのに。今一度問おう。メルジーネに脅迫状を送ったのは君の計画か。はい。背後には誰がいる。なんだって。あんたら何か事件を俺に押し付けようって気じゃないだろうな。自分の立場をわきまえた方がいい。最高審判官が自らあんたの事件を調査してるんだ。以前あんたがメロピデ要塞で騒ぎを起こそうとしたこと、それとも関係してるんじゃないか。確かに少し衝動的だったのは認める。本当のことを話してもいいが、その前に俺の身の安全を保証してくれ。ああ、保証しよう。安心するといいさ。こっちは話の通じる奴らばかりだからな。最初はちょっとした商売だったんだ。俺にブーツの運搬を頼んできた奴がいて、大金を支払う約束をしてくれた。けど何回か運んだ後、マレショーセファントムに捕まった。ブーツの内容が違法なものだってことで、俺は捕まって審判を受ける羽目に。納得いかなかった。だってほら、知らぬ者に罪はなしって言うだろ。だから俺はブーツを横領するためにわざと俺をここに追放した奴がいると踏んだのさ。まさか、そんな理由でメリュジーヌに復讐しようとしたのか。当初のターゲットはヌビレットだった。メロピデ要塞にいる囚人もみんなヌビレットがさばいたんだからな。きっと囚人たちも不満を抱いてる。一緒に手を組んで騒ぎを起こせばと考えたんだ。だがなぜか誰も俺の話に乗ってくれなかった。特にあの助け合いの会なんかは、小物ばかりのくせに俺に歯向かってきやがって。あれこれ考えた末にメリュジーヌに目をつけることにした。当時あのキアラってやつが俺のブツを差し押さえて調べたのを思い出してな。話のわかる看守に家に手紙を送るよう頼んだんだ。もちろんその手紙は A さんに宛てたもので、内容もキアラに脅迫状を出すよう指示したもんだ。キアラをマレショーセファントムから追い出すためのな。それらのことは全て君の考えか。その間怪しい者が接触してきたことはない。では君に運搬を依頼した者は全員捕まっているか。ああ、俺が知ってるのはこれで全部だ。看護師長、ドメニコを監視のところに連れて行ってくれ。処置は後ほど行おう。つまるところ、ヌビレットさんが案じていたのはメルジーヌを利用してより大きな波風を立てようとしてる勢力がいないか。そうだろ。いかにも。これに似たようなことを経験したのでな。その可能性を考慮する必要がある。似たようなことっていうのは大体どれくらい前のことだ。400年以上前だ。それはさすがに考えすぎだ。時間はあらゆるものを変える。今はもう全てが変わってるはずさ。どういう意味だ。400年以上前、あんたも、あんたが連れてきたメルジーヌも、フォンテーヌの人間社会にとっては異類の存在だった。しかし今となっちゃ、メルジーヌを脅す者がいれば、人々はそれを見過ごさない。彼らはもう、昔とは違う選択を取る。確かに。オイラたちがパレメルモニアに戻ろうとした時、いろんな人がメリュジーヌを守ろうとしてたよな。ヌビレットさん、
メルジーヌはあんたが直々にフォンテーヌまで連れてきた種族だ。人々が見せる彼女らへの態度は、社会があんたをどう見るか反映したものでもある。昔、民衆がメルジーヌを信用していなかったのは事実だ。だがその本質的な部分は、よそから来たあんたという最高審判官を、まだ見定めてる最中だったからさ。500年近くの時が流れ、あんたはあらゆる審判を公正にやり遂げてきた。法廷上でどんな騒ぎが起ころうとも、正しい裁決を下してな。今の人々は、あんたに対して何の疑念も抱いていない。それどころか、あんたを法律の象徴とさえ見ている。そして、今やあんたが行う決定は、このフォンテーヌ全体に影響を与えるものとなった。つまり、あんたは知らず知らずのうち、この国を変えていたのさ。なるほどな。道理でドメニコの話に乗ろうとした奴がいなかったのか。それは私にとって過分な賞賛だ。私からすれば、ただ職務を全うしていたに過ぎない。褒める価値も、特別な点もない。私は単に、過去の約束を果たし、審判によって答えを探している。ただそれだけだ。決してそのように、尊敬されるべきではない。人間の感情と意志は、私よりもはるかに複雑だ。正直、私の方こそ、君たちを尊敬すべきだと思っている。そんな謙虚になることはない。現状が全てを物語ってるんだからな。あんたはもう、あの頃のようなよそ者じゃない。今のあんたは、たとえ一人で調査しようとしても、あんたに関わる多くの者が率先して手を貸してくれるだろう。一理ある。少なくともその点は否めそうにない。説明に感謝する。この件はつつがなく解決した。そろそろ失礼しよう。え、もう行くのかよ。そう急いで帰らなくてもいいんじゃないか。お茶でも飲んで行ったらいい。必要はない。規則は心得ている。ここには心から贖罪をする者もいれば、私に恨みを持つ者もいる。私がここにいる時間は短ければ短いほどいい。さもなければ、騒ぎが起きるかもしれない。なら、規則の違反は、俺がやるしかないな。まだ二つ話すことがある。聞こう。一つは、ドメニコのために手紙を送った看守についてだ。ああ、承知した。確かに、看守はパレメルモリアから配属された人員ではある。だが、先ほども言ったように、こたびは使用できている。処理は君に任せよう。そいつはよかった。なあに、そう大げさに考えないでくれ。上の人間は同情の念を抱きやすい。だがそういうのは、ここじゃ非常にリスクがある。その看守には、いろいろと注意事項を念押ししておくつもりさ。問題ない。よし、一つは解決したな。それでもう一つは何だ？もう一つは、個人的な好奇心によるもんだ。さっき、助け合いの会について調べてたんだって？おう、あいつらのバッジに見覚えがあるって、ヌビレットが言ってたな。俺は、メロピデ要塞を引き継いだ時から、そのグループの存在に気づいてた。彼らは人数こそ少ないが、常にできる限りの正義を貫いてる。昔、彼らの創設者、当時審判を下され、ここに投獄されたボートランについて調べたことがあってな。現存する記録によると、その者は服役中ずっと従順で、亡くなるまで攻撃的な行動や発言をすることはなかったそうだ。つまり、彼のここでの態度は、法廷に立っていた時とは大きく異なるということ。何？審判の時、私は彼の複雑な感情に気づいていた。彼は憎しみに満ちていたし、
私を憎む理由もあった。俺の予想だが、一種の演技だったんだろうな。演技？ヌビレットさんとボートランはかつてとても親しい上下関係にあった。きっとボートランも最高審判官が私情を挟む判決はしないことを分かっていたのだろう。彼が憎しみの感情を表せば表すほど、審判に出席した者はあんたの公正な判決を直に感じ取り、それを認めることになる。当時まだあんたを見定めていた民からしたら、その意味は計り知れなかったはずだ。俺の話したかった二つはこれでおしまいだ。他に話をしたい奴は、今のうちに言うといい。特に言うことはない。感謝の言葉以外はな。さて、戻るとしよう。見送りは不要だ。ああ、またな。あの審判について触れることはあまりないが、私はずっとカロレとボートランのことを嘆いてきた。ボートランが法廷で放った言葉がしばし頭の中で響き渡るのだ。何かせねばと、そう私に思わせる。でも公爵の話じゃ、そいつはお前を恨んでなかったみたいだぞ。それっていいことじゃないか。リオセスリ殿の考えは大方理解した。だがあの言葉が私の心をかき乱す。どう言葉にすればいいかわからないが、驚き、喜び、恐怖、罪悪感、数々の感情が混ざり合ってようやく何かを少し理解できそうだ。君たちの考えも聞いてみたい。君たちの目には私はどのように映っている？この言ったことが正しいと思うぞ。最高審判官としてお前の審判はどれもフォンテーヌに影響を与えるものだし。旅人、お前はどう思う？おい、どうしたんだ？何か考え事か？その、これだけ多くの審判、逆にヌビレットにも影響を与えてきたんじゃないかな。一理あるな。前にも言ったが、私は感情を表現するのが得意ではない。それは自分自身でさえ完全に理解していないからだ。だが君の判断を信じよう。いつからか私の身には変化が起きていた。これらの変化はある具体的な事件によるものではなく、時間そのものによるものかもしれない。この問題について真剣に向き合ってみよう。君たちには礼を言わねばな。あれ、雨だ。まずい、傘を持ってないぞ。土砂降りにならないうちに早く行こうぜ。また雨か。今年でもう何回目だ。旅行の計画が水の泡だ。今朝の新聞見た？あなた、洗濯物を一緒に入れてくれる？いつになったらやるんだ。
奴らは魔獣を活性化させるつもりだ。このことを審判官様に報告せねば。ふん、メロピデ要塞、俺にとってはいい場所だ。まだ答えをくれてない。ヌビレットさんはフォンテーヌの構成のシンボルと言っても過言ではありません。注意しておけ、奴は厄介だ。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。メルジーヌを脅してる奴、出てこい。人の社会で君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れた時、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得る。おはようございます、ヌビレット様。雨季ももうじき終わりで、そろそろ晴れるそうですよ。晴天が心を晴れやかにすることを祈ります。問題は解決したか？うん、脅迫状を送ったやつは見つけたぜ。そいつをもっと厳しく見張るってリオセスリも言ってたから、もう大丈夫だと思うぞ。そりゃよかった。君たちを巻き込んでしまいすまなかった。謝る必要はありません。そうそう、巻き込んだっていうか、私たちが勝手に首を突っ込んだだけだし。そうだ、クロリンで、キアラは大丈夫か？ああ、今はパレメルモニアにいる。先ほど50人をも超える人が彼女を守ると意気込んでいた。中には道端の花畑に隠れながら警戒する者もいる始末だ。ただあれほど大勢の者が関わってくると、逆に彼女を困らせないかと心配になってな。だからとりあえずパレメルモニアにいてもらうことにした。あそこなら安全だろう。はぁ、ならよかったぜ。どうやら一件落着したってところかしら。お祝いとしてヌビレット様に独占取材をしてもいいかな？そんなお祝いの仕方なんてないぞ。考えてもいい。本当？もちろん。だがまだスケジュールが詰まっている。取材は来月にしよう。それまで質問をまとめておくといい。私の答えられる範囲で答えよう。ほう、ほう、やったー。では先に失礼する。私はこれからパレメルモニアに戻って指示を出し、こたびの調査結果を公表するつもりだ。そうすれば人々も憂いがなくなるだろう。よっ、次の仕事は？キアラ。ヌビ
レット様。ごめんなさい、うっかり寝ちゃってた。気にするな。脅迫状を送った者は突き止めた。もう安全だ。ありがとう、ヌビレット様。それから旅人のお姉ちゃんも、パイモンお姉ちゃんもありがとう。私、全然大丈夫だよ。みんな、私に優しくしてくれるし。脅迫状を送ったのは、ドメニコというものだ。この名に聞き覚えは？よくわかんない。私、記憶力が良くないから、いつも忘れっぽくて。そんなことより、カロレオ姉ちゃんの夢を見たよ。おかしいな。カロレオ姉ちゃん、どこに行ったんだろう。もうだいぶ会ってない気がするけど。おぉ。でも、夢で会えたから嬉しい。カロレオ姉ちゃんね。私の手を握って、キアラ、私たちの夢が叶いましたって言ってた。カロレオ姉ちゃんの夢が何なのか思い出せないけど、なんだかとても嬉しいんだ。君の喜びは私も感じられる。これは確かに喜ばしいことだ。ヌビレット様も嬉しいの？よかった。あ、そうだ。私、もう外に出ていいんだよね。モデルになってあげるってエローフェお姉ちゃんと約束したんだ。もちろんいいとも。安心して行ってくるといい。じゃあ行くね。またね、ヌビレット様。旅人のお姉ちゃん、パイモお姉ちゃん。ああ、また。